こんばんは、山田亮と申します。今日はね、どこから撮ってるかというと、もうあ、でも逆にこっちから撮るのって珍しいのか。まあ、四日市市民おなじみの近鉄四日市駅なんですが、そういや北口、北木やねや、これ何だったっけ、西口だっけ、西口から乗るの珍しいかもね。まあバスで来てね、三段地域が今止まってますけど、よいしょ。そう、いつもアスラの鉄道で来てますもんね。でもね、まあ特に深い意味はなく、バスで来たんでね、あれなんですけど、今日はね、新年一発目ですよ。2023年になって一発目、早速ね、撮影始めをね、もう元日からねやっていくわけでございますよ、うちみたいなところはね。で、今日はね、何やっていこうかっていうと、まあ結構シンプルに前にやっておって、実はあのやり残してる企画はあるんですよね。もう今見ていただいている方が果たしてその企画を覚えているかどうかなんですけど、2021年の夏だったかな、2020年だっけ、2020年の夏かにやってた企画で、ターミナル駅完全制覇の旅シリーズで、何だったっけ、近鉄じゃない、名古屋市交通局、名古屋市地下、市営地下鉄のターミナル駅完全制覇の旅シリーズっていうのをやってたんですけど、あれが実は、上飯田駅のところで、実はあのちょっと友達と会う約束があったんで、そっちの方に向かったんで終わってたんですよね。ですからすごいちょっと中途半端なところで終わっておって、実はあれが完走できやんばんまね、また次回に次回にって言ってるったら2年ぐらいもね経っておったということで、あんまりこれはよろしくないなと、いうことでございますね。で、こんな感じなんや。そう、時刻表が変わったんですよね、近鉄。あの JR とかによくあるこの種別、今まではね種別でいろいろ分かれとったのが、そう、特急とは分けてあるんか、料金が変わりますからね、特急とは分けてあるけど、一般のね準急とか普通とかも全部一緒になるような、こういうやつになったり、逆に近鉄のあれに見られとったんで、ちょっと、どうやって見たらいいんやろって一瞬ちょっと戸惑いますけどね。まあ JR と一緒なんで別に見たことないわけじゃないですね。他の施設もほぼほぼ逆に近鉄以外にああいうスタイルで見たことないですもんね。あ、そうです、そういうことなんで、なんだろうって、地下鉄の端っこの駅の残りの駅をねやっとこうと、いうわけでございますね。いや、とりあえずちょっとキープチャージだけしとこう。よし、早速名古屋の方向かってきますよと。次50分、特急か、まあ新年ですしね、まあ新年なんだし特急乗ってもいいかな。うん、あ、ただしまった、チケットレスサービスの、あ、そう、スマホ変えたんで、チケットレスサービスのあのやつか、すぐに開けねえっていうか、一から設定し直さないといけないの、やってなかった。あー、まあ紙で買うか。ロボタンとかにもね買うとこありますからね。近鉄は特急利用者には非常に優しい構造ですからね。これ買いますかね。よいしょ。大人一人名古屋まで、レギュラーでね、そう、
こっちの発行だとあれなんですよね、席の指定とかできないんで、7号車ね、どれぐらいにしたかな、ここか、7号車10分ぐらいあるのか。今のうちに企画説明というかこれしまって、3番線を電車が通過します。危険ですから黄色い線までお下がりください。4日に通過するなんて火の鳥ぐらいですからね、一応取っていきましょうか、火の鳥だしね。つまるところ火の鳥ってなかなか乗る機会がないんですよね、四日市市民は。大阪方面に行くのも結局火の鳥じゃなかったら乗り換えなしで行けちゃうんで楽なんでね、そっちの方を使うことが多くなっちゃうと、まあ乗り換え1回でね、行く方法もあるのはあるんですけどね、っていうところですけどね。でそう、ね、何だったっけ、あ、企画説明ね。今いつもやってるターミナル駅ですね、あの端っこの駅ってことは路線図の端の駅に行くっていうやつをやってるんですけど、まあ、なんでね、その2年前、2020年の夏ぐらいにやって、そのまま放置になっとったかっていうと、まあ、単純に面倒、くさいのと、取り替えがあまりない、地下なんでね、そんな端っこの駅はターミナル駅だっていう感じがね、あの阪急の梅田駅とか、まあ、そこら辺のぐらいのものを求めなくてもね、近鉄の駅のね、五泉駅とか、ああいうような感じでね、あ、端っこになってるな、車止め標識あるなとか、そういったのがね、全くないんですよね、地下鉄の駅だと。大体その先に引き込み線とかがあってとかっていう構造になってたりするんで、まあ、ほぼほぼ車止め標識もねえしと。いうところでね、なんか、わざわざ行くのもなっていう感じでね。で、大体名古屋に行くときっていうのはもうついてそのまんま合流してグイッとね、飲んじゃうっていうケースが非常に多いんで、そこから撮影するのもねっていう、感じ。一杯二杯引っ掛けるぐらいでしたらね、うちだったらね、全然そのまま動画撮っちゃうんですけどね、とか別に酔っ払いながら撮ってる動画いくらでもあるんですけど、一杯二杯じゃ済まないですからね、桁がもう一つ変わりますからね、さすがにね、カメラ回してらねえとか、そこから移動してそっちの方に行ってとかですね、できない、もうそのまま次の仕事やし、もうね、っていう感じになっちゃうんで、なかなか名古屋でそういう撮影をしてないなと。いうことでね。で、今日も実はただ昼から会う予定があるんで、どこまで回れるかわからないんですけど、場合によっては明日もちょっと撮って、やろうかなと思ってます。名古屋で泊まるってなかなかないですけどね。そのあたりもね、ちょっと工場に入れながらね、今日はやっていきたいなと思います。着く時間とか、あとはそのどこに行くかですよね。で、大事なのが、どこまで行くかなんですけど、いっぱいある、まあまあ結構言ってその端っこの駅っていうのが地下鉄、名古屋の地下鉄あるんですよね。で終わってるところが中村区役所から始まって、中村区役所、どこが終わってたっけ、上田と、あとなんだ、高畑と。高畑と、あとなんだ、神尾台か、神尾台までは終わってるんですよね。で、あと残ってるのが端っこの駅ってなると、徳重と藤ヶ丘か、徳重藤ヶ丘で、あと名古屋港以上かな。あ、赤池があるけど、赤池は実は行ってるんですよね、あの別の名鉄のターミナル駅の方の扱いで行ったことがあるんで、まあ、一応行ったことあるところやし、まあ、今更な感じがあるんでね、っていう感じなんですけど、あとは、だからそれだけだよね、
ということなので、とりあえず藤ヶ丘に向かっていく方向で行こうかなと思います。まあ藤ヶ丘でしたら名古屋駅からね、名駅からそのままストンと行けますんでね、でまあそこからちょっとどうやって行こうか考えながらねやっていこうかなと思いますと。こんなところに喫煙所できてるんですね。でもあのなんか鉄道あの鉄道系の YouTuber さんの人がなんか端っこからこうやって撮ってる理由はなんとなく分かってきましたね。あのやっぱ人がおるところだとねこうボソボソと喋ってながらね、なんか、まあ、喋ってなくても帰るまま回しとるのやっぱし、多少抵抗がありますもんね。うちなんてこんな感じでもう現地でアフレコしやんと喋っちゃうんで、余計にこういうスタンスだとハードルは上がりますよね。さあ、じゃあ特急確認もしますからね。どこだったっけ、電車の番号は前の方から7号車7、いいじゃん1177なんか縁起いいじゃん。よしスタートからいいですね。7号車止めてこの2回です。